やっほー。今日はさ、名古屋から東京まで自転車で帰ってきた3日間4日間あの最終日に出会った自転車ごと私を乗せてくれた人いたじゃん。この先進みますか？乗りたいな。あの人が普段は温泉水の会社に勤めてるらしいんですよ。その温泉水をこの土日で東京のマルシェに出店するんですって。しかもももクロとコラボらしい。で、そのマルシェをお伝えに来てくれないっていうお話をいただいたので、お礼参りがてら行こうと思います。お天気がね、若干曇りがちなんですけど、せっかくいかにも水を売ってそうな服を着たので、私が水を持って近づいてきた時の怪しさやばくない？どうですか？行ってきます。雨降ってきて嫌です。なんかこの動画の編集さ、友達がしてくれてて、パソコンを買い与える代わりに2年間バイト代なしで動画を編集し続けてくれるのね。で、2年以内に辞めたくなったらパソコン代半額返すっていう悪魔みたいな契約してんだけど、今日の温泉水売るやつ、それ手伝ってって声かけたら、いいよって言ってくれて、声かけたはいいものの罪悪感に駆られてさ、やっぱいいやって。そしたら、全然事前に言ってくれれば手開けるのに、あいついいやつだよ。みんなも友達になった方がいい。あいつはいいやつだ。早く収益化して彼にお小遣いをあげたいですね。という気持ちでチャンネル登録お願いします。あれだな、風すごいな。おはようございます。ももクロちゃんコラボの飲める温泉水です。今日はこれを売ります。シャンパンにラベルをつけられるんですよ。ハッピーバースデーとか、ホットカフェ。今日はいました？3人あ、買ってくれました。どの色が一番人気でした？炎のね、一本ずつ。このももクロさんが通る確率よりやっぱ駅の方が高いじゃないですか。ここになんかももクロ温泉水とか書いてあったし、駅行っちゃうんですか？すごいね、バイトティーが。モノノフさんの気持ちがわからないんで、あのももクロファンの気持ちが、モノノフの友達に電話かけて聞きます。風がすごいですね、そして今日は。すごい。なんで半袖なんですか？今日予報はさ、はい、晴れでした。晴れだしさ、はい、雪まではそんな寒くなかったのよ。心が折れそう。あ、雨だ。70%になってる。曇り一時雨だ。70%になってる。え、これ一パック持って帰ってもいいんですか？いいよ。ガザガザ音を撮ってるんですよ。風がボーッとかならないで済むんですよ。多分ね。どう？わかんないけど。あ、ともクロコラボの温泉水なんですよ。水ですか？で、これをマルシェしてて、それお手伝いに行ったら雨が降ってきたと。マルシェは中止ということで、あのこちらをですね、今日はホストクラブに売りに行きたいと思っております。いいんです、温泉水。あ、これ ここサムネにして兼ねた。ここが本人だったらよかったんですけどね、イラストなんですよね。いや、でホストはこう酒ばっか飲んでて、あ、ホストさんね。ホストさんは酒ばっかり飲んでて、あの良くないと思うから、この飲める温泉水を体にいいですよって、今日1日限定で売りつけようと思うんですけど、私はちゃんとお金も欲しいということで、ご本人に直談判してこれバックもらえることになりました。わーい。これをこれ8本入りで3000円なんですよ。でも8本入り3000円でちょっと買う人いないかなって思ったんで、あ、買う人いないとか言っちゃった。8本入り3000円っていうのはちょっと売るのが難しいかなって、歌舞伎町ではね難しいかなって思ったんで、4本で1500円で売りつけようと思ってるんですよ。で、まあももクロ好きな姫とかいたらおろしてって、その3000円を1つ売るごとに私に入る金額100円ですね。結構もらえますよね。普段 %で働いてる身としてはですね、3000円のうちのだって100円って%すごーい。これ全部 P か、これでもすごいとか言って、あ、とにかくこれを今日ホストクラブさんに売りに行こうと思います。その前にポキ食べたい人、はーい。私が一番最初に覚えた歌舞伎町グルメ、ポキちゃん。3年間通ってます。イエーイ。ランチは1200円で海鮮3種と野菜が5種類から選べ、スープがついてきて、ソースも選べ、あとなんだっけ、飲み物もついてきます。どこかもーさん、どこ行ったの？ましたよ。あ、来た来た来た、さん来た。デカパイちゃんじゃん。おはようございます。おはよう。ももクロの温泉水今日売りに来たんですけど、ももクロ好きじゃないですか？好きです。好きですか？じゃあこちらどうですか？
ホスクラに水の需要はないですね、フィリコ以外に。もう私今ヒントをもらったんですよ、1店舗目で。パイパイちゃんって呼ばれてるんですけど、そのお店でパイパイちゃんの強みを考えろよって。その温泉水飲んだらどうなのって言われて、私は効能が温泉と同じのが入ってるのに硫黄臭くなくて飲めるっていうのが売りなんですって言ったんですよ。でも違うやろ、お前の売りはおっぱいが大きいことなんだから、この温泉水飲んだら私毎日飲んでるけどこんなにおっぱい大きくなりましたって言われたら、え、確かになって思うやろって言われて、私もなるほどって思った。嘘じゃん、でもホストはそんなもの望んでないかな。まあヒントはもらいました。1時間後に2店舗目に行きます。温泉水いかがですか？何それ温泉水買ってからやすか？さすがに、いや、なんか美味しそうなお酒だったらまだあれや。そうですよね、お酒だったってみんな言うんですよ。みんなと同じでいいんですか？水いらないって難しい、歌舞伎町で水を売るのは。あ、間違えました。すいません、桃黒好きな人いますか、お店に？ガチファンじゃないですよ。さんからご紹介いただいて、ちょっと最近タワーとかやらせていただき始めて、もうどうかなっていう感じなんですけど、桃黒好きな人ここにはいないですか？この前名古屋に営業行って、そこでママチャリ買って、もうそのまま帰ってきたんですよ、東京まで漕いで。でその最中に、はい、その最中になんか大変そうだねっつって乗せてくれたおじちゃんがいて、そのおじちゃんがなんかこの桃黒の温泉水を売ってるんですけど、個人でやってる飲める温泉水。俺はその前にチャリンコが気になる。チャリンコは何なの？どんぐらいかかる？3日。え、3日？面白い。想像してください、今日お酒を浴びるように飲みました。後で何が飲みたくなると思います？営業終わり温泉水。勝った選手なんですか？これ良くないです、負けないと思います。3店舗目で売れたんだけど、なんで？やった。自分の営業と並行して集金しながら行ってんだけど、時間がそろそろ迷惑な時間になってくるから、あと数店舗かな行けて。いらっしゃいませ。あ、お疲れ様です。集金に来ました。はい、彼女順調ですか？順調です。集金の時毎回今私ももクロの温泉水売ってるんですよ、この2日だけ。温泉水？温泉水いくらですか？4本で1500円です。4本で1500円。はい、買おうか。いや、ダメですよ、こんな顔。え、顔か？買ってくれますか？いいよ。ありがとうございます。お願いします。じゃあ、私、お別れしたら真っ先に声かけますね。頼みますよ。この温泉水の恩は忘れません。結果から言うと、6店舗、まあ、温泉水の営業で言ったら実質5店舗8本でしたね。今回のって同じようなことをしてる人が身近にいないから比較対象がないんですけど、自分的には不甲斐ない結果でした。ごめんなさい。さすがにインセンティブいただこうとも思わないですね、これは。私の営業の音声を聞いて皆さんがどういう感想を持つかちょっと分かんないんですけど、自分的には需要と供給の全体量が釣り合ってることよりも、需要の正しい場所をつかむこととか正しく発生させることっていうのが難しいし大切なことだなって感じました。見てくれてありがとう。またね。全然笑ってなかった。またね。